ある日、SNS で投稿された猫の写真。多くの人たちに囲まれた猫は、一体どうしたのでしょうか。写真とともに書き込まれた内容に、世界中が注目しました。素敵な国だね。称賛を得た、その理由とは。トルコ、イスタンブール在住のメルベさんは、ある日、自らの SNS で投稿した写真が話題になりました。それは、とある病院の中で撮影されたもので、多くのスタッフに囲まれている猫。どうしてここに猫が？と、メルベさんが言うのも無理はありません。なぜなら、猫がいた病院は動物病院ではなく、人間の病院だったからです。しかもそこは ER と呼ばれる緊急治療室の前。その猫をよく見ると、なんと子猫を口にくわえながら ER のあたりをうろうろ歩いたかと思うと、そのまま中に入っていこうとするではありませんか。仕事をしていたスタッフや救急隊員は次第に猫の存在に気づきだし、いつの間にか猫は多くのスタッフに囲まれていました。この猫は一体どうしたのでしょう。当時現場にいたスタッフの一人はすぐに猫の行動を察することができたようです。きっと猫は私たちに助けを求めに来たのでしょう。この場所に来れば我が子を治してくれると知っていたのかもしれませんね。母猫は具合の良くない我が子をここなら助けてくれるはずと連れてきたのです。その後スタッフは子猫を預かり治療を引き受けることにしました。子猫をスタッフに引き渡した母猫は ER のそばを離れず心配そうに待っていました。そんな母猫に少しでもリラックスしてもらおうと、手が空いたスタッフは食べ物をあげ優しく声をかけます。大丈夫だからね、今直してあげるよ。幸い子猫は大事には至らず、すぐに元気な姿を見せてくれました。このように突然現れた猫を追い払うこともせず、治療に積極的だったのはトルコの人たちにとって当たり前のこと。トルコでは猫はとっても大切な存在とされていて、町中に猫があふれているそうです。猫を見つけると餌をあげたり、町ぐるみで猫たちのことを守りながら日々暮らしているとのこと。そのため今回のように公共施設などに猫が現れたとしても、決して追い払ったりはしないのでしょう。トルコの人々の優しさに心が温かくなりますね。無事に治療を終えた子猫は母猫に再会し、病院を後にしたそうです。この出来事をメルベさんが SNS で紹介すると、世界中の人たちから称賛の声が上がりました。素晴らしい国ですね。母猫の選択は間違いないですね。以前野良猫を病院に連れて行った経験があるけど、治療費などの請求は一切なかったわ。このように国で猫や犬を守ることによって救える命があります。トルコの人たちの動物に対する優しさは素晴らしいですね。そしてその優しさが猫たちにも十分伝わっていることがわかる素敵なお話でした。あの猫の親子はこれから元気に暮らしてほしいですね。素敵なお話だね。猫が病院に入ってきた時点で追い出しているかもしれないのに、トルコの動物に対する思いやりがよくわかるお話だったね。素敵な人たちだな。お母さん猫の行動もあっぱれだね。
ご視聴いただきありがとうございました。